What's up, legends? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。今回のエスカレーションはマイアミの2つ目、アクアティック・リトリビューションというやつです。魚を使ってターゲットを倒して、その倒したボディをそのまま水槽の中に入れて、殺すというものです。で、その魚なんですけども、現地調達する必要がありまして、インベントリーから魚を持ってくるってことできないですよね。だから、ICA シルバーボーラーを持って、6番を一発だけ撃つと、魚が出てきます。で、まっすぐ行って、ターゲット2人いるので、コインを装備して、で、コインをあっち側に投げる。で、2人反応するので、ここで待機してですね。後ろから忍び寄って頭をアイパック、そしてあちらをアッシュパックで、ボディを水槽の中に隠せばミッション完了というわけですね。そんな言うほどというか全然、今回はレベル1、2、3までエスカレーションあるんですけど、全然そんな難しいやつではありませんから。あとはもう脱出するだけですね。さあ、レベル2。レベル2はね、スーツのみでやれというのと、あと、敵の兵士がもう一人増えました。そもそも、パシファイというのが気絶させるという意味なんで、ノックアウトとかと、同じ感じの意味を持っております。で、スーツのみでやらなくちゃいけないんですけど、ほとんどというか変わりません。全然難しくないです。で、一応、ターゲットの場所としては、左に2人。で、右に1人というような配置になってまして、さっきと同じように、一発だけで出てきますから、そんな何回もバン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 撃つ必要はありません。であまりにもピストル撃つのが早いと、この2人いる護衛のうち1人が反応して、こっち見に来るので、それはそれでいいんですけど。で、この警察官2人の2人にあまりにもその開始早々急接近しちゃうと、こいつら会話始めちゃうんですよ。で、47がある一定の距離を詰めることで会話が始まるように設定されてるんですけど、会話一旦始めちゃうと結構こいつら長いんですよ。ずっとべちゃくちゃ喋ってるとね。でそれがもう結構だるいので、なるべく早めにね、近づかないように、ゆっくり近づいてミニマップで確認して、2人とも離れて歩き始めたら47もこのエリア内に入るという感じでいいかなというふうに思います。でもう1人は反対側にいます。で反対側にいるので、気絶させてね、ずっとこうさっきのところまで引きずって水槽の中に入れるという やり方なんですけど、周りにね2人いるんですよ。警備員じゃなくて普通のここのスタッフのおっさんなんですけど、一応そいつらにも見つかっちゃいけないので、ここで、待機しておきます。すぐ真横にターゲットがいるのでね、もうコインを投げて魚で気絶させたいところなんですけども、すぐに、スタッフが入ってくるんですよ。でこいつに見つかっちゃうので、先にもう邪魔なスタッフを気絶させてボックスの中に突っ込んでおく。でその後で
コインを装備して、こっちねあんまり反応しないんですよね。おい来た。でこっち来てもらって、で頭の上のハテナマークが消えるタイミングを見計らって、はい消えました。投げる。魚装備。これもあの魚で必ず気絶させなくちゃいけないので、普通に気絶させるだけじゃダメなんで、それで先に左側から攻略しました。そうしないとあの右側から行っちゃうと魚入手してないのでどうしようもできませんからね。でここでもう一人いるんですよ。で彼も固定兵士だったら、まあ、兵士というか固定 NPC だったらほっといていいんですけど、こいつ動き回るタイプなんで、あの動き回られるとね鬱陶しいから魚で気絶で、あとはもう一緒ですね、引きずってボディ入れて脱出すればいいだけなんで、早送りでいきたいと思います。はい、レベル3行きましょう。で、レベル3はね、やること同じで、監視カメラの数が増えましたっていう、それだけなんですよ。まあ、前回のエスカレーションはエンフォーサーが増えたんですけど、今回のエスカレーションでは、監視カメラの数が増えてます。で、まず一つ目はこの壁の上にあるんですけど、これまた、会話が、長いので、ヤスラの会話が終わるまで、またちょっとね、長いからスキップ。はい、大体30秒ぐらいのカンバセーションが終わりまして、銃を撃つ。で、まっすぐ進んでいくと、さっきとやること同じですね。ただ、左に監視カメラがあるので、それも壊して、魚取って、コイン投げて、ほんとさっきとの違いって言ったら、あの監視カメラが増えてるってそれだけなんで、で監視カメラはね増えてるのはまあ増えてるんですけど、緑色のあのレーザー光線みたいなやつが見えてるから、まあ言うて見つかることはないと思います。でボディ隠す。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。あともう基本的にもう同じことをするだけなので、まあエスカレーションなんでね、まあ 1.5 倍速ぐらいで見ていただけたらいいかなというふうに思います。それではまた明日、ひとまんでお会いしましょう。